グレートホールズはアメリカ合衆国バージニア州フェアファックス郡に位置している国勢調査指定地域である。2010年のアメリカ合衆国国勢調査では人口は15,427人だった。2000年の国勢調査に比べると80.5%増加した。2011年に CNN マネーの 最も高収入の街リストでグレートホールズが1位にランクインした。1700年代後半から現在グレートホールズとなるエリアに農業を中心とした植民者の集落が形成された。最初はホレストビルとして知られていたが、1955年にグレートホールズと命名された。グレートホールズはバージニア北部のバージニア州道7号線上に一致している。 ワシントン DC から約15マイル離れている。グレートホールズはポトマック川の右岸のピエモンテ高地にある。ポトマック川は CDP の北と東の境界を形成し、その支流のいくつかは CDP を通って北と東に流れる。支流はニコルズラン川、クラークスブランチ川とディフィカルトラン川を含む。ディフィカルトラン川は CDP の南東境界を形成する。 グレートホールズという名前は CDP の東側にあるポトマック側のグレートホールズに由来する。アメリカ合衆国国政調査局によるとグレートホールズは25.66平方マイルの面積に及ぶ。陸地は総面積の25.42平方マイルを占めている。残りの0.24平方マイルは水に覆われている。グレートホールズ公園2010年の 国勢調査によると15,427人はグレートホールズに住んでいる。世帯数は4,977世帯である。人口密度は1平方マイルあたり606.9人である。人口の割合は80.5%が白人、13.5%がアジア人、1.8%がアフリカ系アメリカ人、0.1%がアメリカインディアン。 0.0%が太平洋諸島民0.6%がその他の人種3ン4が2つか2つ以上の人種であるヒスパニック及びラテン系は人口の3.9%を占めているパトマック川を見渡したせるグレートフォールズ公園はこのエリアの一つの見どころで観光客と地元の人に人気を誇っている MTV のテレビシリーズファインディング カータンの一部は、グレートフォーズを舞台にした。ワシントン DC に近接していることから、リック・サントラム上院議員、元米国軍移送関係 NSP 森継、連邦捜査局長、ルイス・フリー、元中央情報局局長、スタンスフィールド・ターナーなど、アメリカの政治家などの数人は、グレートフォールズに住んでいるか、もしくは以前住んでいた。他の有名な居住者は、政治コメンテーター、 ペギー・ヌーナン、相続人、ジャクリーン・マーズ、実業家、スティーブ・ケース、ワシントン・レト・スキンズのオーナー、ダン・スナイダーや、宇宙飛行士、ダン・タニーなどを含む、ありがとうございます。